マノッチです。栄冠やっていこう。夏の甲子園決勝、香川農業。はい、いや今日でね、あれなんだよね、もう勝っても負けても初年度メンバーがこれで全員いなくなっちゃうんですよね。まあ初期メンバーというか初年のメンバーというか、春夏制覇しましょう、頑張りましょう。いやでね、ちょっとコメント読む前ちょっと話し、昨日の動画あるでしょ。俺ね、珍しく自分の動画見たんだよ。本当に何年ぶりかなってぐらい自分の動画を YouTube で見るのって。見たんだよ。あのね、その昨日の勝ち方が俺の中ですごい気持ちよくて見たのさ。でまあ勝つじゃん、わあ いい勝ち方したなと、なんか気持ちよかったなって思いながら見てて、でその後勝ったら効果流れるでしょ。効果流れるとき俺思わず停止したもんねなんかさ、あの効果をね飛ばすっていう人の気持ち分かったなんかね聞きたくないなと思ったもんね。はい、以上、はい、コメント読んでいきます。明日勝ったとして今日ですね、そこで止めるのではなく日本代表に誰か選ばれる、誰が選ばれるのかまで見てほしいです。これさ、いつどのタイミングでその話が来るのかな、結構先かな、どうなんだろうか、ちょっと分かんないな。まのちさんが効果を歌うときに歌いにくそうに感じるんだけどどう思います。歌いにくくはないよ、なんかもうあの効果はあの声っていうなんかもうなっちゃってる感じ。噂の阿炎くんは3年引退したら4番かい、それとも7番固定。7番ではなくなると思います。さすがにちょっと上位打線に上げなきゃっていう状況にはなると思うんですよね。まあ今はね、その他にいろいろいい選手いるからですけども、4番か、後にそこには座るかもしれないけども、ちょっといろいろ他の打順、ちょっと試してみたいかなと思うかな。高校時代の松井秀喜さん、サードだった気がする。これね、コメント見てなんかそれ俺も知ってるかもと思った。久しぶりに山口メンバーマノッチがピクミンやってるの見たくなった。なんかスイッチで体験版があるらしいんですけど、ピクミンってやったことねえな。アビーってパワー100になったら何あげるんですか。肩だね、めっちゃ強肩にしたい。昨日のね動画の最後で赤木が超ノリノリになったんだけど、火曜日挟んで普通になっちゃったんだよね。でテンションをノリノリに、しておきましょう。お褒め使っておきました。まあいつもの験担ぎスタイルで1文字だけ普通でみんなノリノリ状態でございます。よし行きましょうか、頑張りましょう。どうしようかな、景気よく5でいくか、いやもう徳田だな、打とう、打ちましょう。まあ白井は使いたいかな、やっぱ3年生最後ですからね。おっと3年生2人あれか、普通かうん、まあ赤字できますか。よし頑張りますか。パッと見プロはいない、いなそう。キャッチャーとしやくん、いやー、我が出身が分かんねえもん。おなか茶髪やるぞ。一塁側香川代表名門香川、三塁側お願いします。東の横綱日野、優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。強いね。さあ決勝戦の、さあ先制のチャンスを迎えました。ランナー二塁という場面でバッターは3年生北野稲妻、白井は日野、いきなり先制のチャンスを迎えています。マウンド上は神戸、ジャイロボールってか、この子いいね。なんかうちの亀ちゃんがこんな感じの変化球身につけてほしいな。なんか技巧派って感じする。ちょっとごめん、もう一回投手見ていい。これさ、この神戸くんでいいんだよね。神戸くんさえ下ろしちゃえばあと結構どうにかなるんじゃないかな。
よなんつうか穴がねえもんな、 この子安牌だなってのがいねえもんな。よし、どうしようかな、センター返し行こうかな。頑張れ。どうまい。これでワンアウト。おおおおおお。三点も取っちゃったの？アビ打点上げてないかい？もうアビ大好き。打った！打ったぞ！打ったぞ！今日も打ったぞ！あ、伊勢谷君もホームランか。何に打ってくるね、彼ね。広角持ってたよね。アウチ。ボールは中継。白井がナイスバッティング。引っ張りましょうか。三振。うまい。お。いやー、いい勝負してんなー。いやーマジで打てる気しねえなんでこの子がこんな成績残すのか全く理解しないの。まあ強心積極でいきましょうか。強心積極でいきましょう。ましたね、ファーストこれは守備範囲内、コード取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ひのシリーム気全くしないけどね。いや全く走れる気しないよ。どうしようかな、もう打ちましょう、普通に打ちましょうか。あーどうも、いや守備うめえな。いや、いい勝負してんな。お、1点取ったよ。これはアビじゃないな。ヤマピーかな多分。誰だ、ヤマピーかな、ヤマピーだな。お祭り行きますか、行きましょうか。出るよ出るよ、緑か出る、頑張れ。よしよしよし、あ、取られるない、よし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 、ネバチ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 、いいよ、チャンス継続。ネバチ見てた。熱血使う、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。ちょっとミートとアホをお任せでいこうか。来た、マジすごいなすごいな、マガチ、いいよ、ムービングファーストを完璧に捉えました。かっこいいよ。威圧使って黒田の盛り上げるな。うわー素晴らしい、さすが威圧。どうしようかな、なんか変にいじりたくもないな。ストライク取れていくか。いやーすげえ、これはもうこれ、いやすごいね。ナキチナキチナキチ、青田ホームラン打ってない、打ってるよね、これ絶対打ってるね。
いやすごい大当たりだな。よし、なんて魅力的なんて魅力的けど全く打てる気がしない。ミートあれい、よし長地、ボールは中継、よし素敵よ、試合はツーベースヒットを放ちました。これで今日は5打数、先ほどホームランを放った山下、機械のごとき精密さを発揮することができるか。長そう、二塁ランナー、よっしゃ長地だ、試合は3塁回った、いいね、いやすごいね、うち強いね。カネは強靭、どう外のボール球、セカンドフォースアウト、間に合わない、間に合わない、よしよしよし、ランナーは一塁変わりません。いやまず打ちたい、タッチはセーフ、打ちたいよ、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、今取りました、しゃーない、ランナー一塁に戻ります、これでツーアウト、ランナー、いやーなんつうか、打ちました、いなくなるんだなこのメンツがな、ちょっと寂しいね。判定はセーフ、オッケー、記録はヒット、アビー二塁タッチセーフ、はいどう、ライト方向へ持っていきましたが取ってこれでスリーアウトチェンジ、8回の表が終わって9対カム、なんかちょこちょこ捕まってんのがやだね。今日2回目の伝令を送ります。さあ監督はどんな言葉を隠したのでしょうか。いやー素晴らしい、バッターは2年生柴崎、今日はよっ、よしよしじゃない、打ったこれはごめん、柴崎いいバッティング、9回黒田かな、なんかもう打たれ始めてるよね。点取ろう、行こう、ランナー一人を置いて迎えるバッター山口、日野、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか、もうミート打ち、来た初球打ち、うん、もうサードから一塁セーフ、日野直、狙い通りだ、黄色い声援を背中に受けてどんなバッティングを見せるのか、よし打つぞ、センター返しかな、アウトファイト、しました、取った、どうも、これでワンアウト、さあここは精密機械ばりのマットコントロール、よし打てるぞ、打てるぞ、よし、打球はそのまま伸びていく、センター下がった、ダイレクトで、オーケー、ホームに向かう、いい強い、試合はタイムリーツーベースヒット、日野、ヤンピーも続こう、
ました。打球は三遊間へ。ショートから一塁送球。いやちょっとこれさ、もう最後4番もう見せてもらおう、見せてもらおう、強振に行こう、でも積極的に行こう。いや見せるね、もうそこまで行くんだ、もう確定演出が欲しかったけど。いやナイスホームラン、ナイスホームラン。守備交代、ショートにしてセカンド小島くん、ちょっと待ってよ、ヤマピーサードの方がいいかな、伊勢谷くんの方がうまいんだよな、うん、そうだな、これで。いやつかせてえな、どっかつかせてえけどな、外野行こう。さあここは守備を変えてくるようです。伝令、日の最後の伝令を送ります。監督のメッセージがナインに伝わります。よし、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。つけて打った、ライナーだ、どまい、ちょっと飲み物でいい。ナイスバッティングです。バッターは3年生岸川、低め、打ちました。大島掴んだ、一塁走、よし、この3つ使いますか。まずじゃあ内角から。タッチはセーフ。二塁はセーフ。外角。低めボールが回った。ライト落下点。オッケー、あと1個よ。中継。日の効果歌うよ。よし。一塁へ送る。アウト。日の方。強かったね。ギラギラ眩しいマイフレンズ、ほのかに香る春のフェーバー、虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ、ときめくときめけときめけば、日の心、いや、実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。いや引退か、最後新聞誰でしょうね、アビかな。アビがすごいね、すごいよ、甲子園決勝で23本ヒットだからね。山さん、総力上がってきたね、58まで来たね。お、伊勢谷くん、チャンスメーカー、いいね。
1年生外野手総力もだいぶ上がってきたね。もうちょい上げたかったな。欲を言えば誰か B ぐらい乗ってくんねえかなと思ってたけどな。無理か。いいえ、はい、おう。問題児だな問題児だな。なんだべな、どれもキャプ、あの山本くんなんてあるぐらいだからな。山さんにしとくか。打撃力、いや本当にね、3年生お疲れ様でしたですね。ちょっとポジティブシンキングとかも使って8月31日までに青マス止まれば何でしたっけ、スカウトじゃなくて何でしたっけ、なんかいいことあるんだよね。8月31日、あーちょっと待って、青マス消えてったよちょっと見ましょうか。アビ主砲、アビ1試合2ホーマー、素晴らしい。ならずるか、ならずるってなんだ、ならずろう。ちょっとプロにも止まってうまいこと消してほしいんだよね、諸星の負け運をね。まずこれですな。あーちょっと待ってよ、あこれか、はい、おお。総合的に高い能力持っている、青田じゃない、あはいおめでとう。誰だ、おお、はいはい、ちょっとさこれ見てみて、これが気になる。全然言っていいんだけど、あこういう感じか、派遣する、はいはい、おーすげえ似合ってるぞ、かっこいいぞ赤木。足ねえな待って、スクラップブック見たい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 。おおすげえ。背番号赤木11番。これエースってことでいいのかい、いいのかな。緑川10番、いいじゃないいいじゃない。でも日本代表選ばれるのって難しいね、こんだけ活躍したあの2人でしょ、相当むずいね。これ待って、31に止まりたいんだよね俺はね。まあちょっともったいないけども、いやどうしよう、下手なそこの運に任せるぐらいだったら、ちょっと待って、練習試合あるけども俺5出したいんだよな。ちょっと待って、これ俺スケジュール見直すね、カードがパッとしねえ。特に使い、あスケジュール見ましょう。できればなんかね、こう特だとか、なんかその めったに見ないカードを使いたい。いやーなんかパッとしても出ないね。本当に出ない。
もうベンチプレスでいいかな。ベンチプレス使うわ。9月、あーちょっと待って、あのオーダー見ておきたかったな。カメちゃんってさ、新球種覚えるの時間かかる？シュート方向が一番早いか。もう一球種欲しいんだよね。技巧破壊欲しく。ちょっとスタミナ上げとこうか。コントロール、彼女をどうするかなんだよな。なんかもう一球種覚えたいね。あ、覚えるすぐじゃん。ヤマさんファーストでしょ、でサードでしょ。キャッチャーでしょ。山口くん持て余してるわけで、外野でしょ、ベンチでしょ、ショート、セカンドがいない。セカンドがいないね。セカンドがこのままだと小島くんになっちゃうんですね。ごめんなさい、大島くんになっちゃうんですね。ちょっとそれはいただけない。個人的に穴、ん、待って、セカンドいるけど、セカンドいるけども、まあ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 、ちょっと出し続けるのはちょっときついので、アナーかな。ちょっとスタメンで出したいのはアナーだよね。あ、トカチェフセカンドできんだ、いいじゃん。サブポジで、セカンド終わらそう。これでどうにかなったね。あとはなんか様子見ながら足りないものを補っていく感じでいきましょうか。いや、もうスラボ覚えたな。よし、終わりましょうか。終わりましょうか。今オーダーどんな感じなんだろうね。あ、諸星がエースになるんだね。なるほど。よし、じゃあ、終わりましょうか。まあ、お題いじっときます。はい、では、無事に春夏制覇できました。じゃあ終わります。終わり、バイバイ。